早起きは三文の徳。今朝6時45分ですね。今日は静かな朝です。前日の朝なんですけどね、15日の配信ですね。普通期の15日、今ちょうど喋れるだけ喋るで、柱の傷の話をしたので、身の丈と思いの丈の話をしたので、続きですね。続編なんてタイトルにしたかな、忘れちゃった。身の丈を生きる、まあ、身の丈生きなくてもいいんですけど、身の丈しか生きれないですよね、人間っていうのはね。実はね、身の丈を生きるも何も身の丈以上の生き方はやっぱできない。だけど身の丈は伸びるんですね。これがね、身の丈は、一定じゃないというか伸びるという。でこの身の丈の実っていうのは身長の実もあるけれども、実ですね、果実の実ね、実、中身ね、中身の実っていう、中身の実は身長の身書くんですよね。だから外身と中身って言い方があるんで、身長の身っていう字は、この実っていうのは単なる、背の丈だけじゃない、身の丈じゃないってね、外身だけじゃない、中身もあると。外身だけじゃなくて中身もある。で中身が重要というね、身の丈って言った時にはね、身の程、身の丈を生きる、身を伸ばせばいいんだよね。で大体まあ17、8歳になると身長止まるかな。だから外身の身の丈は止まるわけだね、やっぱり成長とともにね。我が家には北海道犬のワンちゃんいますけれども、3歳になってもうさすがに大きくならなくなりました。でも結構ね、普通1歳ぐらいで成犬になるって言うんだけども、2歳になってからも大きくなって、3歳近くまで結構大きくなってましたね。でようやくこう体が大きくなるのが止まって、今体重20キロね、足元でお利口さんに寝そべってますけど、またこいつ喋ってやがると言いながら、あの日曜日の朝のお優雅にのんきに楽しんでますけども、そんな感じで身の丈を生きるね。お、小学生が通りました。ワンコが気になってわざわざここを通る小学生がいるという。わざわざ通るのはいいんだけれども、あのなんだろうね、普通に通れないというか、気になるんでしょうね、やっぱりね。なんかこう気になって、微妙にちょっかいをかけたがるんだけど、そこまでの勇気がないというね。あえてリスクを犯して、すいませんいいですか、ワンちゃんと遊びたいんですけどとか言う人もいないし、あ、そういう人もいるんだね、時々いるけど、やっぱり50人に1人ぐらいですかね、あのワンちゃんと仲良くなりたいんですってちゃんと言ってこれる小学生と、もう全くその気になってなりたいんだろうけど、なんだろうな、はっきりしない、はっきりしないガキとか言いそうになっちゃうはっきりしない子供とね、いたりするわけですけど、こういろんな身の丈があって、やっぱりそこでこう何かこうリスク、好奇心があって、でリスクもあるじゃないですか。あのおじさんなんか怖そうだなとかね、おじさんとか生まれてない、おじいさん、あのおじいさんなんか怖そうだな、怪しいなと思ってても、そこでちょっと声かけてワンちゃんと仲良くなりたいからね。要するに犬には興味あるけど、ね、私がいるとこう敬遠するわけね。で私がいないと犬にこうなんか近づいてちょっかいかけようとする。でこのちょっかいのかけ方も犬話多いねちょっかいのかけ方も普通にコミュニケーション取ってくれりゃいいんだけど、犬に向かってワンワン吠えてみたり、ちょろちょろ脅かしてみたりとかね、こう逆効果なことをするわけだよね。でこれだから結局あのちょっとこうね、やっぱり興味があるっていう気持ちとちょっと怖いって気持ちが両方裏腹に存在してるから、身の中にね、中身を解剖するとね、興味もあるけど好奇心もあるけどちょっと怖いなって言って、それがこうなんか変な行動に出るわけね。でこれはね、これをやっぱり克服しないと身の丈は伸びないと思うんだよね。興味があるでもちょっと怖い、だからこうわけのわからない不審な行動をする、挙動るってやつね、挙動がおかしくなるね、挙動るって言い方があったんですよ、ちょっと前にね、挙動ってるわけ、挙動るなよって、犬の前で挙動ってどうするんだって。で犬にしてみりゃ挙動られたら犬が挙動っちゃうよね、だからね。で犬だってびっくりして吠えるだろうし、そうすると吠えたって言ってまた駆け出すわけだよね。ほとんどもう絶望的にコミュニケーションが取れない子がいるわけね。身の丈が伸びないなと、こういう人はおそらく20年後30年後大人になった時でも あんまり変わらないんだろうなという気がしちゃうわけね、やっぱりね。なぜかというと、その中身の身の丈のところで何かをこう常に超えていくっていうかね、チャレンジして恐怖心とかを克服して、ああできたって、犬と仲良くなれたってなれると、それがこう生きてくるんだよね。いろんなことにぶつかった時にちゃんとそれをこう身の丈を伸ばしながら自分の身の丈が伸びていくんだよね、そういう経験を積むとね。で分かりやすい例が一つあってね、ちょっと隣の当時まだ年長さんか年中さんぐらいだったけど、今小学校もう2年生ぐらいになりましたけど、男の子がいてね、そんなに気の強い子じゃないんですが、だけど仲良くなりたいとワンコと。で最初は泣きながら逃げ回ってた。で全然触れないし、でそうすると我が家のワンコもおかしなやつだと思ってワン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 吠えるわけですよね。でそうじゃなくてって言って、これ半年かかりましたね。まず匂い嗅がせて、でも怖いから怖い怖いってやって、半年ですよ仲良くなるまで。で今はもう友達になっちゃって、もうワンコはその子のことをもう子分かなんかだと思って友達だと思ってるっていうね。だからもうなんだろう、もう半径100メートルに近づいただけで察知して尻尾振って遊んでくれっていう、もう遊び相手だと思ってるっていう。でそうすると面白いのが、その子の友達がね、なんで触れるんだお前すごいなと言ってるわけ、ね、でその言ってる方の子供は挙動ってるわけで、ね、挙動ってる。で
まあね、僕もやってやりゃいいんだけど、また半年かけるの嫌だなと思う。もう一人一人半年かけてったらこっちが身が持たねえなと思ってね、こっちにも身の丈の限界があるぞと思って、もうさすがに毎年毎年小学校1年生が入れ替わって前通って、で最初はやってたのね、こうやってこうやるとこうやってだんだん仲良くなれるんだよってやってたんだけど、気のいいおじさんをね、3年前くらいは2年前くらいまでは2年前かな、一番やったのは。で去年くらいだんだんめんどくさくなって、今年はもうとてもめんどくさくって、これ毎年この時期繰り返すのもう嫌だなと、キョトってるのをいち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 半年かけてこうなんとかする。で最初から仲良くなれる子はどうでもいいんだけど、どうでもいいっていうかちゃんとできるからいいんだけど、でそうするとそれを見て、あすごいなっつって、で自分もそうなりたいわけね、キョトってる子たちはね、なりたいんだけど、ずっとキョトってるから、キョトったまんまで一向にコミュニケーション取れない、自力ではね。でそうするとそこにサポートが必要なんですよ。で気のいいおじいさん私ですけど、サポートしてあげりゃいいんだけど、何十人もいるわけですよね、これキョトってんのが。でこれね、サポートしきれない、一人では身の丈に余る思いの丈はあるんだけど身の丈に余るから、もうめんどくさいというね。 でこの時期になると小学校1年生が前を通って吠えてみたり駆け出してみたり、前犬の前で踊ってみたりね、不用意に近づいてみたり、それで吠えられてみたりで吠えられたとか、いう話になって、でだけどそこで仲良くなってる子がちゃんと仲良く犬とコミュニケーション取ってスキンシップ取ってると、すげえなお前って言って言ってるというね、まあどうでもいい話ですね。何の話してたんだっけ、身の丈を生きるだっけ、タイトル忘れちゃいましたもん。身の丈を生きる、そうそう、身の丈しか生きれないんですよね。で身の丈しか生きれないし、身の丈を生きるしかないから、だからその身の丈をなんとかね、ちょっと変化させていくっていうかな。で身の丈が変化するときってやっぱ成長点っていうのがあって、よく昔膝が痛くなったって、子供の頃膝が痛くなった、最近はないのかな、もう成長期に入るとこう骨の伸び方とその周りの細胞の伸び方がこう矛盾するっていうか、ストレスが溜まってね、膝が痛くなる時期あるんですけど、成長期ね。で植物にも成長点っていうのがあって、そこはやっぱ矛盾の集中するところなんですよね。伸びたい気持ちと伸ばさない気持ちと周りのね、これがこうせめぎ合うわけだよね。でそこでやっぱり伸びていく力が勝るということが大事なんだけど、これはその肉体とか生物とか植物は勝手に伸びてくんだけど、自然の力でね、飯食ってりゃ伸びてくし、栄養があって日が当たりゃ伸びてくんだけど、身の丈ってのはそうじゃないんだよね。物理的なじゃなくて精神的な身の丈、中身の身の丈っていうのはね、成長したい気持ちとこうそれをとどめる力、気持ち、さっきので言うと恐怖心と好奇心、これせめぎ合うわけね。いやそのせめぎ合ったところでちょっと痛いんだけども、それをこううまくこう乗り越えるっていうかな、経験によってね、克服するとこれがやっぱり成長力になるんだよね。でその経験を本当はワンコとか連れてさせてあげたいなと思って、でそれが自信になるわけね。で隣の子は半年かけて泣きべそかきながら仲良くなった子は今やっぱり自信になってるわけだよね。でこうやって人間は身の丈伸ばしていくんだなと思いながら、目の前を通る毎年今日取ってる小学校1年生見ながら、まあ一人一人ちょっとね関わってあげようかななんて思いながらも、めんどくさがっている還暦じじいでした。ということで、どうでもいい早起きは三文の徳ね、身の丈に余る話でした。そんなわけで、街頭に始まり和風で終わる、早起きは三文の徳でした。今日も良い一日をお過ごしください。ではまた。